ゴムの歴史と起源。ゴムの歴史は、15世紀末にコロンブスが2回目の新大陸航海でハイチ島を訪れたことに始まると言われています。そこで原住民がゴムの木の樹液で作ったボールで遊んでいるのを見て、ヨーロッパに持ち帰ったのがきっかけです。当時はゴムという名称は知られておらず、18世紀に入ってからイギリスの科学者ジョゼフ・プリーストリーが消しゴムとして使えることを発見し、ラバーと名付けたことから広まりました。しかし、ゴム本来の弾性を生かした利用法が確立されるまでには、まだまだ長い道のりがありました。1839年、アメリカのチャールズ・グッドイヤーが硫黄を加熱することでゴムを硬化させる加硫という技術を発明し、これがゴム製品の飛躍的な発展につながりました。加硫技術の発明以前のゴムは、高温や寒さに弱く、粘着性が高いため加工が難しかったのです。しかし、加硫によってゴムは弾性を持ちつつ、加工しやすくなり、様々な用途で利用できるようになりました。その後、19世紀後半には、自動車の普及に伴い、タイヤの需要が急増しました。天然ゴムの供給が追いつかなくなり、1909年にはドイツのフリッツ・ホフマンによって初の合成ゴムが誕生しました。こうして、天然ゴムと合成ゴムの両方が生産されるようになり、ゴム製品はますます身近なものとなっていきました。現在では、ゴムは様々な分野でなくてはならない素材となっています。医療品、スポーツ用品、電子機器など、私たちの生活のあらゆる場所でゴム製品が使われています。ここまで、ゴムの歴史における出来事について説明しましたが、ゴムの重要性について、改めて考えてみましょう。ゴムは、弾性、耐摩耗性、電気絶縁性など、様々な優れた特性を持つ素材です。これらの特性を生かして、様々な用途で利用されています。ゴムの主な用途は、タイヤ、ホース、ベルト、医療品、スポーツ用品、電子機器、衣類、文房具、などです。ゴムは、私たちの生活を支える重要な素材の一つです。今後も、ゴムの研究開発が進み、さらに新しい用途が開拓されていくことでしょう。